時刻は12時37分、今日は駆け足沖縄ダブルゲストでございます。2組目のゲストは沖縄の支援を紹介するつなぐ駆け足沖縄から、親の会、不登校親の会芽吹きって書かれてるんですけど、不登校親の会ではないですよね。いろいろさまざまな支援を行っている芽吹きですよね。はい、はい、ありがとうございます。芽吹きさんに今日は来ていただいております。その中から今日は土屋久美子さん と、意識の高いニートこと元プロゲーマーのジェイスネックスさんに、今日は新里渡さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この紹介でいいって言ってるんですかね。僕が独舌で言ってるわけじゃないですか、ね、はい、ありがとうございます。実況解説のジェイスネックです、はい、ジェイスネックさんはいろいろな親の会の情報をつないでいただいているので、はい、実況解説というか、解説で来ていただいております。早速なんですが、芽吹さんから今日は、その支援の内容について聞いていきたいところなんですけれども、芽吹というこの団体活動、普段はどのような活動をされていますでしょうか。はい、那覇市の若狭児童館で、はい、月に2回ですけど、子育て の、 悩みを安心して話せる交流の場というのを開催、あと手仕事の会というのを行ってます。あ、手仕事というのはどんなものなんでしょう。あ、手仕事でというと、やっている、私たち2人で保護者が行っている、はい、居場所活動なんですけれども、はい、2人とも手仕事が好きなので、はい、そうですね、今までは、ヘナ石鹸作りをしたり、 あとは石鹸作ったり、はい、織り染めとかをしたり、あとは美容師さんが来てくれて、浴衣の着付けやヘアアレンジなどを行ったり、はいはい、あと草木染め、はい、あとシーサー作りなんかを行ったりしてます。めっちゃ豊富ですね、はい、手仕事って本当に手でやるようなことを本当にいろいろやっておられるということで、染め物なんかも児童館でやられるんですね。児童館でできるんですね、染め物って。あ、はい、できます、はい、染める液を、はい、作ってきてくれるので、それで、はい、好きなように折ったり、はい、形を整えたりとかして、はいはい、それを染めてっていう、染めてる間はこうちょっとユンタク、話したりとかっていう感じで、はい、それ手を動かしながら、手を動かすとなんかやっぱり非日常を味わうことができるので、はい、そんなことを、お子さんも連れてきたりとかで、子供も一緒にできたり、してもいいししなくてもいいし、それを見るだけとか、触れる機会になったらいいなっていうのと、やっぱり一番は外に出るきっかけになったらいいなと思っているので、はい、行ってます、はい、今さらっと言われたんですけど、いや本当にその染め物やったり編み物やったり着付けやったりって、はい、いろんな技術が必要じゃないですか、はい、その、ボランティアというか、その技術を持ったいろんな人たちがいるのか、土屋さんがそれをすべてマスターしておられるのか全く私は本当の、はい、じゃあいろんな人が、そうですね、はい、だったり、はい、私ももともと県内にはたくさんいろんな、ね、はい、手仕事というか工芸だったりもあって、うん、そういったものにすごく興味がある、はい、あるので、そういったところで知り合った方ですとか、はい、そういった、そうですね、あとはそういったボランティアで来てくださるっていう声があった時にお願いをしたりっていうところで、はい、行ってます。そしてその先ほども言ってたんですけど、非日常っていうので本当そうだよなと思ってて、集まって、お茶でもいいんですけど、なんかこうね、面と向かって話すってなると、なんか真面目というか、で、なんか非日常感あった方がその心も開きやすいというか、はいはいはい、確かにその通りだなと思って、いろいろななんか流れとか、景観があってそういう風に行き着いたのかなと思ったりもしますし、あ、というか今日着ている服って染め物ですよね。あ、はい、これもそうです。この間染めました、服着とこれは藍で、天然ではないんですけど、はいはい、これは藍染めを、はい、とってもいいですね、ところで、はい、うん、染め物ってやっぱいいよね、なかなか仕事で着る機会長くてさでも僕子供の頃よく着てたんですよ、そういうもの好きで、フィリピンの、お母さんだったので、はい、なんかそういう系の服が結構あって、で気に入ってよく着てたんですけど、やっぱ今見るといいなって思ったり、これオンリーワンですからね。そうなんですね、はい、そうですね、彼あのデザイナーな、あ、デザイナーっていうか、もともとそういう仕事をしていて、はい、だからデザイン系のも出ていて、はい、うん、どうですかこのデザイン。いや僕も昔こういうの、T シャツとかジーパンとかでやったことあるんですけど、はい、やっぱ楽しいですよね。そうですね、うん、はい、それまた自分で着れるっていうのが、うん、はいはい、解説の新座さんどうですか、はい、この染め物。いや素晴らしいなとその解説じゃないんだけど素晴らしいですよね。はい、素晴らしいと思います、うん、ございます。本当にそんな活動を、親ですかね、保護者の方々も集まって手仕事しながらそういうお話をしたりということなんですけど、はい、話す内容っていうのはどのようなお話、
やっぱ子育てのことだと思うんですけど、普段どのようなお話をされているんでしょうか。はい、あ、そうですね、まあ、あの我が子もなんですけど、うん、まあ、あの今現在不登校行かない選択をしていまして、はいはい、そういったことでやっぱり学校との、ね、やり取りとかもなかなか難しいものがあったりとか、うん、あとはあのそういった今まで定型発達で来ていた子がやっぱりあの発達があるっていう特性があるっていうことが分かった時に、やっぱりこの発達について勉強したりとかっていうことだったり、あとはそういったことに対しての支援、うん、あの福祉のサービスの方の支援だったりっていうのはやっぱり手続きとかすごくいろいろ難しいんですよ、はい、私もなって初めて分かったことではあるんですけど、やっぱりあの全部バラバラになっているので、そこをやっぱりこのどういうふうにあの、調べてというか、うん、あの手続きして一つずつしていく、でそうすることによって子どもが支援を受けたり、親もですけどそういった相談先とか、うん、やっぱそういったものにつながるってなかなか大変な作業で、そうだよ、はい、うん、なのでそういったことだったり、あとはあの先輩であったり、うん、あのそういったまあお母さん方のお話を聞くこともあの一つですし、あとはあの最近多いのは支援の方がよくあのいらしてくれたりっていうところで、そういったところでの対話、あのそういった方との対話というのもすごく大切にしていまして、うん、はい、やっぱりそういった、保護者だけではなくだけの意見ではなくて、やっぱり教育関係だったり支援を受けて支援をされている方のお話を聞くっていうことの、うん、やっぱり対話をするのがすごく重要だなと思っているので、うん、はい、そういった中からその子に合ったあの何か支援だったり方法が見つかったらいいなと思っているので、うん、はい、あのそういった場にしていただけたらなと思っています。これすごすぎますよね、その対話する親の親同士が交流する話せる場所っていうだけでも、うん、まあ、初めて自分の子供がそうなったああなったっていう時にあの本読もうとかどこに相談しに行けばいいんだとか、うん、でもやっぱり一番の人の声って同じ当事者の人の声が一番安心するし、うん、あなたもそうなんですね、いろんな本読んだけどどんな気持ちだったの、こんなことあったんだけどどんな気持ちなのの部分まではなかなか当事者にしか聞けないじゃないですか、うん、そういったところをお話しするところまでがところだけでもすごくいいことなのに、それだけじゃなくて専門の方をお呼びして相談につないだりとか、うん、実際にそういう手続きのことだとかそういったことも相談に乗りますよっていうのは、あのただの対話からも1個も2個も飛び抜けてて、うんうん、その相談所みたいなとこまではいかないと思うんですけど、ほぼ相談所と同じ役割をしているっていうのが本当にすごいなと思って、でやっぱりあのこの、親の会もいろいろその新里さんにも紹介してもらってるんですけど、対話だけでも本当に心安らいだりだとか安心したり一人じゃないと思えたりすることもあるんですけど、こういったあの実際に支援につないだりとか手続き助けたりとかっていうのって僕今初めて聞いたんですけど、結構すごくないですか。いやもうすごいですね、うん、言うことがなくて今黙ってます言うことなかったら、はい、解説じゃないじゃん、はい、解説しようかなと思ったんですけど、うん、はい、あごめんほぼ言っちゃったみたいな、解説不要のすいません、はい、ありがとうございます。いやもうあの本当にそれが、那覇市の若狭児童館で行われているんです、はい、全然知らなかったです。はい、その結構人もどれぐらい集まってらっしゃるんでしょう。あ、もうその時によってバラバラなので、まあ、ゼロの時もありますし、うん、いる時はもう本当10人以上参加されてっていうので、はい、もうその時にあの参加できる方があの、うん、来て自由に出入りも自由なので、はい、まあ、もちろんお子さん連れでも大丈夫です。児童館なので、うん、あの児童館の職員もあの理解ある職員がたくさんいるので、はい、あの来ても大丈夫ですし、まあ、あの出入りも自由になっているので、うん、もうその時、まあね、やっぱりあの学校行かないっていうお子さんがいたらなかなかねあの外に出るって難しかったりもあると思うので、その時のタイミングであの、うんうん、来れるタイミングで来てもらえたらと思っています。本当そうですよね、無理やり連れていくっていうわけにもいかないし、タイミングってやっぱりあると思うし、はい、あの本当 そのために定期的に場所、まあ、ゼロでも開催して、本当にいつでもこの時はいるよみたいな場所をちゃんと作ってるわけですよね、はい、本当にすごく良い活動だなと思います。あの、まあ、こういった芽吹きの活動なんですけど、そもそも始まったきっかけというかどれぐらい前から始まって、はい、どんな思いで最初始めたのかっていうのを教えてください。あ、はい、昨年の6月からあのこのお話し会というか、まあ、あのワークショップをしながらっていう手仕事とかをしながら始まっていまして、もともとうちの下子供2名いるんですけれども、下の息子が小学校入学して1ヶ月で登校しぶりが出て、でそこからあれっていうあれ
どうしてだろうっていうところから、はい、あのまあ、いろいろ相談をしたり、あの、まあ、同伴投稿したりいろんなことをしてみたんですけど、やっぱり、まあ、現在不登校、行かない選択を子どもはしていまして、でそういったところでいろんな方に相談をしたり、やっぱり誰もね、やっぱりあの学校の先生とあの相談して、 でも学校の先生は教えてくれないじゃないですか、対処法というか、うん、対応の方法、うん、でそこもやっぱり一緒に相談するしてあの考えるんですけど、やっぱりそういったことを私も全く知らなかったので、うん、そういったことをいろんな方に相談したり、いろんな場所に行ってみたりで、うん、ある親の会、那覇市で行っているつぼみの会という会に出会って、そこで、やっぱり先輩のママさんの話を聞いたり、うん、で、こんなところもある、こんなことも支援を受けれるよっていう話を聞いて、うん、でだんだん私も最初元気なかったんですよ、こんなにでそこが元気になって、私が元気になってきて、でこう支援体制が整って、じゃあ私にもなんかこうね、ここまでの道のりが結構大変だったなっていうところがあって、うん、そういった場所があったらいいな、相談話せる場所がもあったらいいなと思って、この芽吹きを立ち上げました。ああそうだったんだ、うん、もう本当に当事者だったし自分も助けられて、はい、自分も、まあ、明るくなって、今ほどこんな明るくなかった時があって、そうですね、はい、そういった時に助けられたところからっていうのがやっぱりあるんですね、はい、その活動をしてきた中で、まあ、立ち上げまでそうやっていったと思うんですけど、立ち上げてみて、はい、いろいろやってみて感じた課題だとか、はい、こんなことがあったみたいなことがあったらぜひ教えてください。そうですね、現在もうちは2名子どもがいて、2名とも今のところ不登校なんですけど、はい、そういった中で、でもお母さんはこういうことをしているよっていうのを話しながら、子どもはじゃあどうしたいのかっていうその日の、ことを話し合って、で、じゃあお母さんはこう話し返してくるねっていうことだったり、あとはやっぱり親がワクワクしたり、こう元気になってくる、やっぱ なぜか子どもも元気なんですよ、元気というか、うん、なんか外にで行こうかなとか、やっぱなかなかちょっと外出するのも難しい子が1名いて、でも出ようかなとかっていう声だったり、であとはこういった会で出会った方であったり、そういった居場所に、隣にいる、はい、新里さんの居場所もうちの息子が毎週楽しみにしている居場所でもあるんですけれども、こちらですごく認めてもらってというか、やっぱり友達ができて、とても年の離れた友達ですけど、はい、だったり、うん、そこで元気をもらって、やっぱり外にだんだん向いてきてるのがすごく分かってっていうところで、やっぱりその私がやっていることからそういったつながりができて、子どもが元気になっていくっていうことがやっぱり一番すごく、はい、そういったことになってつながっているなというのが、うん、はい、そう、子供を何とかするっていうのが、今話聞いてるとね、子供を何とかするっていうのが課題じゃなくて、はい、自分が元気になったら子供も元気になったっていうそのつながり、うん、だから課題が子供が学校行かないってことにあるんじゃなくて、そういうことじゃなくて、その親もの心も大事だってことですよね、うん、そうです、親があって、はい、あとはもう一つさっき聞いてて、その居場所、はい、ウェブキーというその居場所があるけれども、新座さん そのゲームの夜会とかね、はい、居場所がまた他にあってって、で、あ、そうかと思ったんですよ、そのいろんな居場所を選べるんだって思って、はい、いわゆる学校も居場所じゃないですか、うん、本当は。だけどその居場所は合わなかった、だから、はい、別の自分の居場所を探している状態、それがお家にから他にないからお家にいるかもしれない、だけどその時にいろんな方法とかいろんな場所があったら、うん、すごくいいことなんだなと思って。新座さんのところってどんなところでしたっけ、ちょっと場所について。はい、そうですね、ゲーム好きが集まる、うん、社会不適合者の集まりという違うじゃんいい年してゲームばっかやってる私みたいな人たちがたくさん集まってるんですけど、うん、まあ、その中にね、土屋さんのお子さんも、うん、そのゲームが好きなんで、はい、我々みたいなおっさんたちと一緒に遊んでますね、うん、そう、そのゲームというジャンルで、うん、新田さん活動していて、で前新田さん言ってたんですけど、そうゲームのことで助けたいっていうか、うん、なんか助けになりたいみたいな、そういう場所を作りたいって言ってたので、例えばゲームが好きな子だったらそこ行くけど、うん、いやゲームが好きじゃなかったら地獄でしかないですからでもじゃあまた別にっていう、さっき言った、うん、手仕事だったり別のことかもしれないし、いろんな可能性と居場所があっていいよねっていうのを、うん、今本当に当たり前のことなんですけど本当に感じました。芽吹さんのこれからの
夢というか、これからどうしていきたいみたいなことってありますか？そうですね、芽吹きとしては、そういったどんな子でも子育て全般、私もこれが10年前に分かっていた、もっと楽に子育てできたなと感じるので、やっぱりそういう発達であったり、なんかいろんなことを親が知るっていうところから、選択肢がこの、ね、大変なことがもしギャンギャン泣いてて、どうしてもなかなか泣き止まないとか、やっぱりお母さんたちも手探りで子育てしてると思うんですけど、でも選択肢がこう広がっていく、いろんなことを方法を知ることによってっていうのを、やっぱりどんな、発達があるなしに関わらず、やっぱり今までこう私たちが学んだことをこうやっぱりそういった世代にも伝えていきたいなというのと、やっぱりそういったことを勉強する必要はあるなと思うので、そういった方 の講師なんかをこう呼んだり、こうなんか勉強するような会というか、まあ、簡単にですけど、みんなに分かりやすくお話しできるような場であったり、あとはそういう支援者であったり、まああとは教育関係 の関連の、まあ、本当に学校の先生であったりとか、そういった方もあとの対話ができるような場所にしたいなと考えています。うん、ありがとうございます。最後にですね、架橋沖縄では支援を紹介しつなぐというところのつなぐの部分なんですが、はい、自分も当事者だった人もいるかもしれません。何かこの話を聞いて力になりたいという人がいるかもしれません。その人たちが、力になりたいといった場合、人でも物でもお金でも何でもいいので、その土屋さんの方でこんなものが必要ですというものはありますでしょうか？はい、芽吹きでは、そういった、勉強であった、まあ、講師を呼んだりっていう講師を呼んだり、あとは手仕事の会であったりっていうので、うん、何かしていきたいと思っているので、寄付であったり、あとは手仕事関係、こんなことができるよっていう、教えれるよっていうボランティアさんであったり、あとはそういった発達関連のとか、絵本であったり書籍の購入をしたいと考えているので、図書カードなどの支援があったらありがたいなと思います。ありがとうございます。こちらの情報の方も後で架橋沖縄に掲載していきたいと思います。コメント来てます。読んでいきたいと思います。自転車の店タオさん、おーまたもや新雑さん登場ということで自転車の店タオさん、新雑さんのファンですね、もうね、ありがとうございます。息子に子供の頃ゲームを取り上げて悪かったな、今頃プロゲーマーになってたかもしれないのにって言ったら、そんなわけねえだろって言われましたって息子に言われたんですそうなんだ自転車の店タオさん、いろんな場所を選べるのはとってもいいことですねというふうに、そういう場所に入るのは昔なら、御開所に入り浸る子供みたいな感じですかみたいな、まあいろんなね、その囲碁する場所か、囲碁の場所に子供が入り浸るみたいな、なんか自分が好きな場所に入り浸るみたいなので、うん、そういう自分の個性見つけていったりとかしてた、うん、学校って決まったことを教えてくれたり、決まったそのルールのもと、そういうコミュニティが形成されるのもすごくいいことなんですけど、自分の好きなものを見つけたら自分の好きな居場所に行きたいですよね、本当はね、うん、その方がなんか伸びる感じもするし、はい、そんな感じなのかなと。コメントも、多数コメント本当たくさん来てたんですけど、ちょっと読めなくて申し訳ございません。時間がもうあと残り1分ということなんですけども最後に新雑さん、今日のこの芽吹きさんについて、コメントよろしくお願いします。コメント、はい、そうですね、大体もうでも今回は、うん、なんか土屋さん、はい、土屋さんめっちゃ説明うまいなって思って噛み砕いてね、その解説することも特になかったのかなと思うんですけども、うん、すごい上手だなって思って、はい、ありがとうございます。なんかもう番組持ってもらった方がいいのかなぐらい説明がうまくて、僕もほとんど聞くことなかったんですけど、そんな芽吹さんにですね、本当ぜひとも支援が、あと力がね行き渡って、こうした親と子の場所の、助けになるといいなというふうに思います。今日は沖縄の支援を紹介するつなぐ架橋沖縄から芽吹の、土屋さんと、意識高いニートこと、元プロゲーマー J スネークこと新里渡るさんに今日は来ていただきましたこのままお別れとなります。本日のお相手は私奈良蓮とセバスチャンでした。はい、今日もありがとうございます。はい、皆さん、はい、さようなら。さようなら。ありがとうございました。